どうも、うずです。私は以前こう言いました。ソウルハッカーズ2、キャラのビジュアルが違和感ありすぎてこれはプレイしないなと。まあ、ですが、ちょっと待てよ。もしかしたらキャラビジュアルは好みじゃないかもしれないけど、ゲームの中身はしっかりアトラスのソウルハッカーズになってるんじゃないかと。まあ、だったら面白いんじゃないかというね、気持ちに至りまして。まあ、確かにね、キャラのビジュアルは今風でどこででも見かけるようなデザインになっていて、まああんまりこう独特なものはないんですけれども、まあこれこそが現代に合わせたキャラなんじゃないかなという、そういう感じになって、はい、プレイすることにしました。ね、やらないって言ってたのにね、プレイすることにしました。まあただ、それで改めてソウルハッカーズ2のその情報とか、まあ特番とかね、アトラスやってるんでちょこちょこ見させてもらってたら、ちょっとその中で気になることがまた一個増えまして、まあだいぶ前のね、だいぶ前の放送なんですけど、そのソウルハッカーズ2の発表時にそのプロデューサーの方もね、2人出られていた番組があったんですよ。でその番組がちょっと若干ね、荒れたところがあって、まあそれがなんでかっていうと、プロデューサーの1人の石田さんが、そのソウルハッカーズファンなんてもういないでしょっていうような発言があったんですよ。まあ軽く言った言葉だと思うんですけど、まあこれちょっとね、ファンの方がちょっと熱くなっちゃったところもあったんですが、まあ要はその裏事情はわからないんですけど、ソウルハッカーズ2はそもそもソウルハッカーズファン向けの作品ではないってことを公にちょっと言ってしまったような状態で、まあだからこそこの新規ビジュアル、まあ本当に新しいソウルハッカーズ、だから2ってつける意味があるかどうかもちょっと微妙なんですけど、まあこれはちょっとアトラスと、まあ開発側の会社との、そのおそらくね、何かしらがあったんかもしれないですよね。もともと作ってた新規 IP のゲームに対して、まあソウルハッカーズの続編にしてもいいんじゃないかみたいな流れがあったんかもしれないんですけど、まあ要はソウルハッカーズ2はソウルハッカーズファンのためのゲームではないっていう、名前だけ借りたゲームっていうところがちょっと出ちゃったところがあって、まあそういう形でプレイしたら割り切れるんじゃないかなと。もうソウルハッカーズ2じゃないんですよ。何かの新しいゲームなんですよ。女神転生系のね、悪魔を使ったということで、まあそんな流れでちょっと遊ぶと思うんですけど、まあ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 、石田さん、はい、こちらですね、新女神転生ディープストレンジャーニーなんですけど、私これちょっと 3DS で遊ばせてもらって、まあ今でもね、遊べてるんですけど、あの素晴らしい作品だったので、これを作ったのが石田さんなんで、はい、あの石田さんはすごいいいゲームを作られる方です。まあだからといってソウルハッカーズ2が良くなってるとはちょっと言い切れませんけれども、はい、まあそんなところで、はい、プレイする楽しみがいろいろあるゲームになりました。で、いろいろ発売前から古参ファン、まあ新規のファン含めていろいろ話題になっているソウルハッカーズ2なんですけれども、私はちょっと仕事の関係上、発売日前日が都内でちょっとお泊まりなんですけど、まあその帰りに秋葉原かな、寄って PS5 版を買って帰ろうと思います。はい、でこの動画を見てくださってる皆様にお伝えしたい簡単なアドバイスとしては、ソウルハッカーズ2はこの後ね、プレイした方の感想がブログとか、まあ、ネット、YouTube いろいろ上がってくると思いますので、それらを見た上で買われるんがいいんじゃないかなと正直思います。あの、私自身もソウルハッカーズ2は期待をしてプレイしますが、まあ、反面、まあ、ダメでもしょうがないかって思ってプレイしますので、はい、そんな感じでやりたいと思います。だこれで当たりだったらいいよね。すごい面白い作品だったってなったら、それはそれはもう万々歳なんで。まあね、ゲームをプレイする人のね、好みというのもあると思うんですけれども、はい、そんな形で、まあ慌てずにご購入されたらいいんじゃないかなと思います、ソウルハッカーズ2。発売日は明日、2022年9月25日となっておりますので、はい、一応宣伝できたね。こういう形で、ソウルハッカーズ2楽しみにしている方は、ぜひ、私の方の、まあこの後のちょっと状況報告、動画もご覧いただければと思います。普段はカメラの話を中心に、いろいろな製品の紹介をしてるんですけれども、ゲームが好きなので、ゲームの感想動画などもよく上げております。はい、そういうところでゲーム好きな方も、ぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。ではまた別の動画で、バイバイ。はい、で、今回、ソウルハッカーズ2、PS5 版で購入する理由なんですけれども、まあ、そもそもスイッチ版がないってところが一番ですね。なんですが、合わせて、今回はね、PS5 の、もう本当に簡単にできる配信機能ですね、ブロードキャスト。こちらで深夜プレイをしばらくゆっくりとね、続けていきたいと思いますので、そちらゲームチャンネルの方で、ソウルハッカーズ2の様子は見ていただけるとありがたいです。まあ、実際にね、一緒にプレイした気分になっていただいて、はい、やっていければなと思いますので、よろしくお願いします。